ラウンド6。2人とも目そらすなよ。何かする気だぜ。大丈夫。自信を持て。絶対いける。リズムを立て直すんだ。 両者が睨み合う。さあ、先に手を出すのはどっちだ。自分のリズム左。挑戦者が飛び込む。さあ、打ち合いだ。いきなり勝負に来やがった。体が重い。逃げられない。いける。なぜ止まる。 何かに見られるようによそ見しちまった。野郎一体何をしやがった。見たか。見ました。よし、うまくいった。一発打つのにこんなに疲れたのは初めてだ。チャンピオン半身を起こした。しかし効いている。カウントラインに立ち上がれるか。一体何をされたんだ。奴がよそ見して釣られて横を向いてしまった。その後の記憶がない。 よし、何度でも倒してやる。こんな驚くべきことがあっていいのか。試合中によそ見だとできるか。普通、命のやり取りになるリングの上で相手から目をそらすなどできることじゃない。ふざけた技ばかりのピエロかと思っていたが、もはや決定的だ。 この男は強い。これほど精神力の強い選手を見たことはない。わずかな隙間をついてやった。両者の距離が空いた。しまった。やめろ。やめてくれ。 いない。